今回の新春食ってことで、イクワと新春はこんな感じで、イクワも多分200円だったと思うんですけど、やってきましたことで、やってきました。話しとったらいただきます。これが多分、京都行きのバスかな。こんな感じの、高速バス。今回は観光さんのバスですね。毎年ビンズ出しましたけど、やってきました。そうですね。京都駅八丁口、まあ、ちょっと LED なんで読みにくいですけど、ちなみに三重交通さんはこのいすゞが、多いですね。というのは実はいすゞの正規ディーラーやってたりするんですよね、三幸バスさんが。おはようございます。よく来てた山田と言います。ありがとうございます。すいません、なんかねメモリーカードの調子が悪かったみたいで途中から解いてませんでしたけど、またね参考バスのバスで、あ、すいませんね、ちょっとうまいこと解いてなかったみたいなんで、まあ、参考バスの方のバスが来ましたんでね、そうすると Wi-Fi は使えるってことでね、前回と一便違うんですけど、それでもね一緒のやつでしたね、ってことです。でバス新しくなったのかな、なんかね、こんな感じでここにね、番号が書いてあるんで、分かりやすくなりましたね。まあ、こんなのあったっけな、まあ、こんな感じで、細かく書いてくれたみたいですね。まあ、高速バスでね、ニューケーターの大きいのがあります。で、ね、今日はね、後ろ側の前側ですけど、ですね。ここにね、ということでね、ただいま時刻は10時21分ってことでね、まあ予定よりもね、ちょっと早めに、着いたのかな、やってきました、京都府京都市ね、京都のど真ん中である京都駅の南側八丈口になりますね。
こっちの方に高速バスの、乗降場があるということなんで、無事着きました。ホテル京阪前ね、目の前にホテル京阪前、まあ便利なところでございます。まあ、この中はね、ちらっと話しましたね、アニメートとかが確かこの中に入ってんだよね、ドンキホーテとかね、ということなんですけど、今回はね、待ち合わせは出場口の、前の方に来ますんで、そっちの方に行く間に、企画説明をねしておこうと思います。ではね、まあ、これから、一応11時予定でね、寺尾さんっていう、YouTuber さんと、待ち合わせをしてるんですね。ただですね、今回まあね、うちのチャンネルでございます。そんなすんなりと、企画を進行させる予定はございません。まあ、簡単に言うとドッキリを避けております。何かというとですね、今寺尾さんにはね、まあ、私の方でもあの一式、予定の方はね、あのじゃあ、プラン立てておきますよということで、一応ね、コラボの企画の内容とかはこっちの方で、私の方でね考えております。私に任せたところがね、もう運の尽きということでございますよ。どうするかというと、一応ね、向こうさんにね、伝えてある内容は、せっかくなんでね、西園寺に行こうじゃないか。まあね、お互いあの貝塚のね、西園寺さんのイベントとかでもね、一緒に、それまあすれ違いではありましたけどね、行っていた中でありますね、お互い、はい、西園寺さんの中でね、こうやって始まったってことですから、じゃあね、ちょうどね、京都にね、実は西園寺っていうお寺があるんです。これはね、本当にあるんですよ。で、そのね、西園寺っていうお寺があるから向こうの方がいいな。じゃあそのお寺に行って勝手に聖地巡礼という形にしようよっていうようなプランを出してあります。で、ところがですね、行きませんよ、そっきりは。まあ、もしかしたらちょっと時間に余裕ができたらね、後から行くかもしれませんけど、今回の目的地はそこではございません。ちょうど書いてあったこいつですね、京都鉄道博物館にね、行ってみようやないかと思います。そう、実はね、いろいろとね、その、寺尾さんのね、動画とかを見ておったらですね、なんとね、関西の方のね、在住の方ですけど、京都鉄道博物館行ったことがないよっていうね、発言があったんですよね。で、ぜひ行ってみたいなっていう発言もあったんですよ。で、さらに調べておったら、この京都鉄道博物館って高校生になると料金がね1000円で、一般の方が1200円で、中学生までだと、実は小学生じゃなくて中学生まで500円で入れるってことなんですよね。でね、中学生のね YouTuber さんってことなんでね、じゃあね、安いうちに行った方がええやないかと、いうことでございますね。ですから今日は、西園寺ね、お寺に行くふりをしながら、京都鉄道博物館に連れて行こうと思います。いやいや、楽しみだな、こういうの楽しみな、いいですね。で、これあれなんですね、 JR 東海なんですね。あと京都駅ですからね、うん、なるほどね。あ、こういうような、こういうのも勉強して、ね、10月は時代祭りなんだ、9月は神月祭り。さあ、ってことで八丈口なんだけど、11時予定だからちょっと早めではあるんだよな。どうしような。あ、で、京阪ホテルって向こうにもあるんだ。八丈口の、そう、南口の方でね待ち合わせしたんですけどね、まあ、ここからですから、どこまでバレずにね、そこに連れてるかなんですよね。で、作戦としてはね、ここから京都鉄道博物館、まあ、歩いて行ったら30分ぐらいかかるのかなっていうことなんで、ちょっと歩くとね、ちょっと大変だよということで、まあ、うちのね、単独だったらね、30分だったらね、全然歩いて行く距離なんですけど、さすがにね、いきなしね、初コラボの人にね、さあ30分炎天下の中あるけど、そんなようなことは言いません。うちはそこまで下道なチャンネルではないでございますよ。でね、じゃあどうしようかっていうと、セオリーは電車で行くんですよね。JR で一駅隣のところに、大きいところがありますんで、そこに、行くような
流れがセオリーなんですけど、それだと向こうもね、何せ鉄道系 YouTuber さんですよ、すぐバレます。ね、はい乗って、はいじゃあこの駅までの切符を買いましょうなんてやったらね、えこれ鉄道博物館の駅じゃないですか、すぐバレてしまいます。ね、っていうか、だってあのそもそも西園寺の場所っていうのは全然そっちの方じゃないですからね。じゃあどうしようかというと、方向感覚狂わす方法でね、行こうと思います。電車とかだったらバレる。バスですね。バスでしたらバスターミナルから乗ってきますし、行き先を聞いただけでも多分そんなにね、ああ、あっちの方に行くんやってピンと来ないと思うんですよね。っていうことなんで、バスでね、そっちの方に向かって、そうするとね、特定のバス、路線調べてありますんで、それに乗ると、ね、ちょうど京都鉄道博物館前っていうバス停があるらしいんですね。でそこに降りるまでのどこら辺で気づくかっていうのもね、様子をね、お届けできたらなと思っておりますよ。とりあえずトイレして、私の方が先に着いたみたいなんで、ちょっと待ち合わせ場所、八丈口の南口とは、言ってやったんやけど、とっても広いな、広いからな、どの辺りにしようかな、ちょっとその辺り連絡取って場所を見ようと思います。まずトイレだね、よいしょ。